皆さん、こんにちは。私は、じゅんくんです。今日は、かの先生と、皆さん、一緒に、勉強しましょう。かの先生、漢方医学の脳って、何ですか？動物にとって、脳というのは、不可欠な臓器なんです。しかし、中国伝統医学には、脳という言葉がありません。ここで脳の機能について考えてみましょう。漢方医学で五臓六腑という臓器に関する定義があります。その臓器の定義というのは、肝と胆、脾と胃、腎と膀胱、心と小腸、肺と大腸、それから、形はないんですが、三焦と心包絡というような、これ楽があります。で、これらの臓器の中に脳という言葉がないんですね。実は脳の機能を実際は三分割して把握しているんです。その三つの分割というのは理性、情緒、情動、それから本能的な部分。この三つと三つなんですね。理性、心は心思とも言いますが、これを心と書いて心、心の気、すなわち働きですね。心の気が理性、心思なんだと。すなわち精神、神経活動は心なんだということですね。で、それに対して情動、情緒。これは肝というものの働きとして把握しています。また、知覚知の運動神経の本能に関わるところは、腎の働きとして捉えています。まず、この腎の働き、すなわち本能の部分ですが、知覚知の運動神経ですね。こういったものは、腎の働きということになります。この腎は脳の最下層に、相当するというのは、ご理解いただけると思います。この腎は本能ですが、わかりやすく言えば生命力というように考えてもいいと思います。この生命力を補い、促進させるというのを、腎を補うと言いますが、成長発育促進、あるいは生殖、あるいは老化を防ぐといったこと、生命力のパワーアップ、そういったものに、八味腎気丸や六味腎気丸といった滋養丸が使われています。理性、あるいは心思とも言いますが、これは、心と書いて心の働きということで、心の働きは精神神経活動ということになります。これは、脳の中でも最も高位の中枢ということになります。情緒、情動、例えば喜ぶ、恐れる、憂う、思う、驚く、怒るだと、悲しむ。こういった7つの感情を七情と呼んでいます。この七情は、恐れるとか怒る、驚くは、肝、腎に関わるところの、ものになります。また、憂う、思う、悲しむ、喜ぶは、心とか肝に関係した、感情ということになります。例えば、怒りが、癇癪と書きますけれども、これ漢方では肝臓に病が積もったと書くんですね。これで癇癪と呼びます。このように、肝と怒りが非常に密接な関係にあるということがわかると思います。このような心、肝の亢進、興奮を抑制する。そういった時に、精とか、舎とか、欲という字を使って、表します。例えば、心の興奮を抑える、すなわち焦りといったような症状があるときには、精神、あるいは邪心というような言葉が使われますし、肝が興奮する、すなわち情緒情動、イライラしたり、怒ったり、そういったときには、欲感、あるいは性感、あるいは邪感といった言葉が使われます。一般に脳の興奮をしたときに、化学合成薬の作用というのは、
脳全体を麻痺してしまう。まあ、いわば痛くない気絶薬というような感じになります。完全に止めてしまうわけですね。そういう意味で、キュアではない。原因を治すものではなくて、症状を緩和するものである。ケアの薬ということになります。また、完全に麻痺させてしまうために、運動、運転だとか、そういった行動はしてはいけないということになります。それに対して、東洋医学での精神安定剤は明確に区別されていて、先ほどの、情動の更新、怒ったり、イライラするのを、感化情炎と呼んでいます。この感化情炎を冷ますものは、龍胆、射管と、翼管酸、あるいは細胞性管、言ったらこういう言葉が使われますが、これは冷ますのであって、抑えてしまうものではないんですね。心の場合も同様に精神神経、考えすぎであるとか、頭に血が昇った、焦ってる、せかせかしてる。そういった時の心化をといい、それを冷ますのが、精神、邪神、言われる処方になって、これを潰してしまうものではないんですね。あるいは入眠不眠などができない時には、理性が高ぶったときは精神邪神と言われるものが使われますし、高ぶりじゃなくて衰弱しているときには陽神安神薬。例えば、温治三層人が入った神木人であるとか、抗菌無有酸といった漢方処方が使われます。感情が高ぶっているときには、翼管、静管、射管といったような処方が入眠に使われます。また、老化、年を取って眠れないとか、あるいはいろんなストレスがいっぱいあって眠れないときには、生命力を強める補腎という形で、八味地黄丸、六味地黄丸などの処方が有用であります。先ほど申し上げたように、合成新薬の精神安定剤は、痛くない気絶剤、対症療法、習慣性があるという点に問題があります。漢方治療は、原因、状況、それぞれの段階において知の薬物として使います。漢方薬物の特徴を生かして、患者さんのための安全な治療を進めてください。